はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋文智でございます。はい、今回は、ウルトラマンタイガ、20話の感想をまとめたいと思います。感想を言います。20話の感想ですが、今回は、なんて言ったらいいのかな。チャクラ刑事。風見慎吾さんがやるあの刑事役、あれが活躍したなーっていう感じでした。ちょっと刑事の名前出てこないんですけど、忘れちゃったんですけど、見てて忘れてましたっていう感じでした。では終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。